心的外傷後ストレス障害を扱うバイオフィードバック装置バイオフィードバックとは人間の不随筋の働きによる心拍のような通常では自覚制御が難しい現象をセンサー等により検出して人間が感覚できる音や光などに変換し対象者に自覚させるフィードバック及びその利用に寄り添ういった現象を意識的に制御する技術、技法である。 生体自己制御とも。バイオフィードバックは、人からの脳波、筋電図、心電図、溶石脈波、皮膚発汗、体温などによる出力を、画像や音など視聴覚等で感知できる形態への変換し、当人に対して再出力する。この情報をもとに、リラックス状態など体の状態を希望する方向へ導くトレーニングを行う。 心拍変動バイオフィードバックを例にすると心拍数をコントロールするプロセスの一つである圧反射と呼吸性動性不正脈をモニターし本来異なる周期で起きるパターンを呼吸を意識的に制御することで一つの滑らかな波形を作る訓練を行うバイオフィードバックの研究者はこの作業が共鳴現象を起こし心拍変動を大きくするという心拍変動は 瞑想神経の働きを示す尺度とされることが多い。瞑想神経は心臓へのブレーキとして働くほか、脳にストレスを緩和する信号を送るため、心拍変動を高めることはストレスに対して柔軟となり、感情の制御がうまくなると、バイオフィードバックの研究者たちは主張する。アメリカでは、バイオフィードバックの訓練機器は FDA に認可され、一般に販売されている。一方で、 大体医療の批判者からは、臨床サンプル数の少なさ、追跡分析の不十分さが指摘されている。疼痛管理、ストレス管理、不整脈、頭痛、転換、自律神経失調、臨出筋、気管支全息、高血圧などの治療や、スポーツや、武道などの成績の向上に活用されている。特に近年のセンシング技術等の進歩によるセンサーや、 機器の小型化や高性能化により活用が広まっている。また、脳のセンシングと脳への直接のフィードバック技術は、ブレインマシンインターフェースとして特に研究されている。ありがとうございます。